はい、初めてのナイトルーティン企画を今日は撮りました。フォルテのナイトルーティン企画スタートです。おっと、入ってきた防音室閉めました。本番前なので意外と緊張してます。あ、本番前っていう設定です。さすがにいきなりピアノ弾くのは嫌なんで、またいつもの携帯維持維持、携帯維持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 倒して練習しますかと。でもやっぱね、本番前なんでね、本番前って結構ね、そう、好きな曲でモチベ上げます。終わったらモチベが上がったら携帯で、携帯をいじってやっぱやめようとってしまって、で本番の曲は楽譜を見ながら超ゆっくり練習します。明日が本番なので緊張しているようですね。あ、本番じゃないですよ、本番はいつもこんな感じで緊張するんです。このテンポで音を確認し、あ、落ちた、まあいけるやとここで言いましたね。そうやって自分を常にモチベ上げようとします。すぐに携帯いじります。悪い癖です、最近の若者は。よくない。でまた携帯、これはナイトルーティンです。過去の自分の一番イケてた映像を聞いて自分のテンションを上げるようにしてます。俺ってやっぱうめえなと思いながら聞いてます。そのぐらいやっぱモチベ上げることが必要なんです。正直まだまだなんですがね、やっぱね、気持ちを上げることは大事なんでね、うん、やっぱね、気持ちに結構左右されちゃうんです、音楽って。みんな分かってますよね。あ、フェルミ研究所を見出しましたね。みんな大好きフェルミ研究所、面白いですよね。あれイラストもいいっすよね。しかもネタもいいし、まあね、著作権の関係でこのぐらいしておきましょうか。まだ携帯いじってますね、まあ、いつもこんな感じでやってます。手のストレッチ、まあ、これは結構しますね、本番前は。でやっぱね、疲れが溜まってるんでしょうね。意外と痛いんです。いたた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 たーいってやつですね。あ、ひまわりのモノマネできますよ。たーたー、ちょっと違いましたね。ひまわりってクレヨンしんちゃんのモノマネしたんですけど、ちょっと違いましたね。もうここまで見てる人いますか ?3 分間。もう3分見てる人っていうのはもう多分僕のファンですよね。ありがとうございます。じゃあもういいね、コメントお願いしますね。これここ疲労感結構たまるんですよ。親指の付け根の、親指と人差し指の間のところ。痛いんですよ、結構。みんなやってみてください。押してみてください。結構痛いですよ。リアルに痛い。って眠たいそうですね。本番前はこうやって静かに過ごします。よし、シャワー浴びるか、シャワー浴びるか、シャワー浴びるか。ああ嫌やな、なんかもう明日だりんな、明日だりんなって言ってますね。でもあれやな、なんかでも俺がコンクールで優勝者がなんか意味わからんと言ってますね。俺が出ないと優勝者がいなくなるから出ないといけない。意味わからんですね。まあでも自分やり、自分を褒めて頑張るのは必要ですからね。そしてチーズ、1チーズ。まあね、たくさん食べると太るんで1枚だけ。うまかった、うまかった、なんてこれは美味しいんだ。ものすごくお酒に合いそうですね。 OK、 本番前はナルシストを発動してテンション上げます。かっこいいと自分で言ってますね。オーパーカンナムスタイルですね。オーパーカンナムスタイル、まあ、こんなことはしないんですけどね、本当は。本番前はものすごく歯磨きしますね。やっぱ人前に立つのでね、少しでも綺麗な状態でありたいんです。
美しい状態でありたいんです。音楽より正直綺麗にしますね、歯は。本当です。念入りに歯磨き。歯磨きの話、みんなこんな感じの歯磨きの仕方してますよね。これも一発撮りなんでね、10分もあるんで、こうやってグーって歯磨きしてますよね。あ、これナイトルーティーンなんですけど、今もう夕方ですね。まあそんなに夜は更けてないですけど、うえって言ってましたね。おっさんですね。やりすぎたらこうなるんですよ。こうやってしっかり磨いていきましょう。歯の裏もしっかり、結構磨き残しがあるんでね、歯の裏は一本ずつ磨くのが綺麗になるコツだそうですよ、歯医者さんが言ってました。長いですね。そろそろ早く切ってほしいな。あ、切ってくれたやと。終わるのか、そろそろ歯磨きが終わるのか。ペッペッ、歯磨きを吐いてます。1回目終わりってことは、もしかしてまさかの2回目。いった、2回目の歯磨きタイム。大体本番は2回ぐらいやりますね。はい、磨いてます。そしてね、歯を磨くことによって白くなるじゃないですか。白くなると心も白くなるんです。で、心が白くなれば 何が次行くと思います？そう、鍵盤が白くなるんです。そうです、発見です。意味がわからない。カットしましょう。もしかしたらしてないかもしれない。3回目。歯磨き結構好きなんですよ。いいっすよね。歯磨き今こうやって見てめっちゃ磨いとるな俺。歯磨きでもなんかしすぎたらなんかエナメルなんとかが落ちるとか言いますよね。色素沈着、なんか意味わからんわ。もうええわ、次行こうよ。次、そろそろ早く次行こうや。視聴者もそう思ってる。7分間何を見せられたんだ。早く、これがもしかしたら10分続くとかやめてよ。はい、次何するの。早く見るな、こっちを。笑顔をやめてくれ。あ、シャンプー、いいですね。自分の後ろ姿なんかこうやって見ることないんでね、初めてですね。いいっすね。いわゆるこれは素敵なやつですね。もしかしてシャンプーも2回やるんです。実は自分のモチベーション上げるためにはね、やっぱ2回ぐらいやっとかんだとね。まあこれはもう昔からの癖なんです。本番前は2回ずつ3回ずつやるんです、いつもの動作を。今はこれは自分の歯磨きの後の歯を確認してる作業ですね。イーンってして、これが僕のナイトルーティンですね。みんなこんなの本当に価値ある。でもね、結構ね、実は本当に本番前って本当にこんなことしてて、いつもと変わらんようなことをしてますね。で、いつもよりちょっと2回ずつ人前に立つので念入りにやるっていう感じですね、歯磨きとシャンプーを。で、歯も気になるからしっかり歯を見ます。僕歯こんな感じでいつも見てます。本当です。で、化粧水つけます。いつもの化粧水つけようと思ったら、おかんの高い方を使います。なんかよくわからんけど、たっぷりべちゃべちゃつけて、あー、いっちゃいました。よいしょ。乳液もこれ美容液ですね、高いんですよ。にゃーん、いっちゃいました。またギュ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 、たくさん顔に塗りたくって確認します。美しくなったかな。美しい。こんな感じですね。で、コンタクト外して、はい、でもう一個コンタクト外して、ポポイのポイで寝る。だいたいこうやってね、あのパンツと T シャツっていうスタイルが男の子だと思うんですけどね、まあ、大体みんな男の子は理解してくれますよね。で、ぐんない、おやすみなさいっていう感じで一日が終わるんですよね。そうです、カッコつけました。まあこんな感じでね、あのね、ナイトルーティーンやってるので、みんな本番前っていうのは何も気にせずいつも通り過ごしてください。それではここまで見てくれてありがとう。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。
macho, 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 macho,